どうも皆さん、こんにちは。みずろです。今回はですね、初、アップデ後の初ですね、島紹介やっていきたいと思います。進化後を使ったエリアもあるということと、プラスね、カメラ、新しい機能を使ってどういったアングルでね、見ていけるのかとかもちょっと試しつつ、紹介させていただこうかなと思います。魅惑的なね、サムネに惹かれてきたと思うんですけど、新エリア、そしてね、進化後を使っていなくても、新機能のね、カメラを使うことで、こういったアングルで見れますよっていうのをね、体感してもらえたら嬉しいです。まあ、これからどんどんね、進化後を使った島っていうのがたくさん増えていく中で、過去の島もね、また違った視点で見れるというところで、まあ、比較じゃないですけど、今回楽しんでいけたらなと思います。ということでね、今回はブー太郎さんのスズラン島にね、お邪魔しております。マップ見ていきましょう。あ、もうマップは、すごいな。なんかジャングル島ってことなんですけど、すげえ、てんプラス地形のこのごちゃごちゃ感楽しいですね。いや、どんな感じになってるのか。左上がね、新エリアらしいので、じゃ右から順々に回って、終盤ちょっと最後ね、暗くなってから見るのがおすすめということだったので、新エリアね、最後に行きたいと思います。ということで、飛行場から行きましょう。はい、やってきました。飛行場でございます。もうすでにさ、てか、進化後置いてあるやん。ツルかかってんのと、あと一眼カメラがね、もうすでに置いてありますね。これ進化後なんだけど、いいんですよね、意外と。ツルとかさ、あとこれ何なんか新しい低木の花の名前忘れちゃったんですけど、入ってますよね。これめっちゃ可愛い、ピンク。南国っぽい、確かに。そしてこのカメラのアングル。いや、めちゃくちゃエモい。もうなんかね、いろんなアングル試しつつ行きたいんですけど、もう多分このアングルでもすでに、こうやってさ、見ていきたくなりませんか？ズズズズーっと行って、こう斜め向けないのがちょっと難しいとこなんですけど、こうやってね、縦の道とか進んでいくと結構いい感じになるんじゃないでしょうか。ちょっと横に進めなくなってしまいました。ラフレシアね。そして、うわ、帽子がなんかガマガエルみたいになってる。ちょっと虫苦手なんでね、スルーしつつ行きます。ね、この鶴いいよね。そう、鶴が入ったことによって、今まで以上にね、ジャングルとか、自然系のクリエイトに力が入りますよね。そして奥、こうエイブルシスターズですね。もうなんか、こういったところでさえも、斜めに視点を区切ることによって、今まで見えなかったであろう、ものが見えてきたりするっていう、でこのなんちゃら、大こんにゃくみたいなね。なんか気持ち悪い名前のやつ。早速入ってますけど、難しいよな、入れんの。あ、結構さ、もうすでに改装されつつあるって感じですね。わざわざね、島に行きたいって言ったら、新格のエリアをね、夢番地更新しますって言ってくれて、うわ、めっちゃいいやん、ここ。うーわー、フラミンゴ丘みたいなね。うわ、いいわ、これ。わかる？この奥の影だけでこうシルエットになってるようなところ。見えるのが本当に美しいですね、これ。そしてここも全部斜めで行っちゃう。うわ、斜め橋がまた違った風景に見えてくるっていうね。そしてこっちも。うわー、いいっすね。そしてさ、ここなんかもうこういう視点見えちゃうよね。うわー、なんかハピパラ視点って感じじゃないですかね。ちょっと意味通じるかな。ハッピーパラダイス、ハッピーホームパラダイスでこういう視点でこう、家とか外観を見るようなね、ムービーが入ると思うんだけど。わ、いいね、これ。なんか写真撮りたくなっちゃうね。なんかもう、毎回カメラ区切ってたらもう一生1時間ぐらい見ちゃいそうですよね、これ。そして、トーテムポール。いいですね。この顔出し看板。やっぱり大事だよね。こういう家具をうまく使いこなすのって。やっぱでかい家具がね、入ったからこそ、こういう細かいマイデザインに、ね、触れる分が増えたので、まあ、今後ね、見せ方とかどんどん流行ってくるんじゃないかなと。え、めっちゃいいんだけど。あー、待って、もう改装されてる。うわ、すごい。ちょ、中入っちゃおう。これ、主の家が南国風に作り変えられてますね、もうすでに。うわー、めっちゃおしゃれ。なんかちょっとカントリーっぽさと、南国調がまあ混じったテイストというか、白基調なのがまたいいですね、これ。うわ、やだー、この、毎回虫いるとさ、鳥肌立つの、これ。いや、本当に気持ち悪い、もう。もうやばない、だってこのさ、化け物やん、こんなんいたら。無理無理。
こういうところをね、こうやってこういう斜め視点でね、ズンズンズンと進んでいくわけですよ。ほら、なんかリアルな大きさのタランチュラ出てきたじゃん。ちょっと気持ち悪いからやめよう。虫苦手な人ってほんと、あつ森のこの虫の、あの模型シリーズ苦手でしょ絶対。このね、ところどころ羽落ちてんのもなんかちょっとサンバっぽさ感じえますよね。そして奥は砂浜。うわーうわうわうわ、コケ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 イ、光ゴケだ。うわーやばいて、うわめっちゃいい、こういうところ。うわー最高だね。砂漠化しきってはないんですけどね、砂漠化しそうなところに植物ちゃんと埋まってるんだけど、この光ゴケのアクセントよ。もうバリバリ使いこなしてるじゃん新家具。すげえ。サボテン入ってるし、ほらサボテンだらけ。ホラ場所もある。いや光ゴケ、この光出てんのエモいな。うわー最高やん。うーわ絶句。なんか普通にこの景観もいい。いやーなんか夕焼けと相まっていいですねこれね。お、こっちには普通の家もあるっすね。なるほど。そして奥、うわちょっとエジプトみたいな感じ来たよ。マイデザがすごい可愛い。そして登っていきます。あーなるほど、いいですね。ちょっとなんか登れないよ。ふんころがしかな。ふんころがしがいた。いやもう全部いいな。このアングルするとさ、生えてる景観がなんか4割5割ぐらい増される気がしない？やばい。あのね、語彙力失うよね、これ。うわ、またちょっとテイスト変わってくんだ、ここ。こういうとこもさ、後ろとかあんまり見えなかったじゃないですか、今までね。それを、このアングルにすることによって、また別視点でね、奥まですーって見渡せるっていう。やっぱ今までさ、家の側面とか家具の側面ってあんまり重視することなかったけど、こういうね、視点が解放されたことによって、生きてくるよね、すべての装飾が。なんか見せかけの装飾だったりとかした部分が、ちゃんと裏まで見えたりするようになったから、自己満じゃなくてちゃんと来た人に見えるようなね、形になるっていう。あー、まだ奥に続くのか。奥行きやばいな。そして、常吉ビーチかな、この辺。あー、この辺がラストっていうかトップだね。最北端。そして、この上もまた登れそうですね。うわー、いいわ。左は山々で手前来てるんだけど、右奥端で奥すー抜けますよ、みたいなね。あんまりいいねいいねばっかり言っててもあれなんだけどさ、いや良くないだって。いやーなんかあれだね、新家具新機能追加されて初めての島がジャングル島で良かったかもしれない。本当にこう密を体感できますね。よりブーさんの作り込みがすごい生きてきてる気がする。わっ、しかもフィックスはしごキット使われてるんだけど。そしてさっきのエジプトの部分がより高角度からね、高高度から見えるっていう。いやあかんよこれ。ジャングル島いっぱい見てきたけど、いいなこれ。また全然違う。なんかね、ジャングルって木がいっぱいあってとか、その当たり前の定義だけじゃないんですよね。その間にどんな家具とかどんな色味が入ってるかでね、また全く違う景観になるっていう。お、ちょっとね、反対行こうとしたんだけど、寄り道で、この案内所の裏なんてのも見ちゃおうかな。あー、こういうね、本当に、まったいらというか、バランスよく作られてる場所なんかもこういう視点で今まで見てたんですけど、これだとやっぱり、流れがないじゃない。右奥に流れてるんですよっていう景観だったら、こうやって切ってあげると、すごいこう、遠近感が出たりするし、赤い羽いらないな。で、またね、それはそれでこう逆に切ってあげるとか。もうなんか、テク解説みたいになってるけど、違うんだよ。これただ単に左右に切るだけでもうなんか、生えてるんだよね、結局。うん、そういうこと。うわ、さっきあれだ、見たところの、さらに後ろのバージョンだ、これ。うわ、円形の作り方、えぐいな、これ。なんかすごい久々に島紹介を来たんですけど、
アップで切り全然ね人の島に遊びに行くことがなくて、まあ、新格できてからと思ってたんですけど、本当にカメラ変わって新格入ってまたちょっと別の森ですね。これは厚森ではない、これは本当に厚森なのか、ボルフォフだっけ、なんかバフバフみたいなやつ、これも入ってますね。これなんかジャングルに最適だよね。なんかこれだけを使ったジャングルとかもちょっと見てみたいですよね。そして海岸にはモアイ、モアイいいですね。ちょっと釣りしたいな。なんかサメが見えるんだけど、今だったらすごいなんかジンベエザメとか釣れそうな予感がする。ちょっとなかなか隠し通路みたいなものでね、見つけるの苦労したんですけど、5分ぐらいさまよってました。さあこっからですね、この光ゴケがいざなってくれているんですけど、この光ゴケもね、雑草と一緒で置くと形が変わったりするので、光ゴケシリーズね、まあ、装飾する方はね、ぜひそういったのもちょっと加味しつつ作ってみるといいのかもしれません。わあ光待ってる、この音楽が相まって、やばいこの景色、うわ来たー、うわ来たよこれ、うわーやばいね、このなんか神秘の遺跡ですみたいな。光ゴケシリーズをふんだんに使ったクリエイトですね。これ真ん中の泉がめっちゃいい味出してる。待ってね、これいやめっちゃいいやん、うわ最高だね。ちょっといろいろ見たいんだけど、いくよ、ほら、そしてこの左奥ね、苔の塊置かれてるんです、これほら、いやーいいねこういうの、ちょっとテンション上がるね。いいよいいよこういうアングルもいいですね。うん、何でもいいね、もう。うわぁ。初めてなんか見るテイストだから驚きが隠せない。うわ、めっちゃいい。これね、夜見るとこんな感じのエリアになるらしくて、これブーさんのツイッターのね、画像をちょっと引用してるんですけど、画像で見るとね、こんな綺麗に見えるよということで、光ゴケシリーズ恐るべしですね、これ。はい、ということでね、ちょっと今回はね、ブー太郎さんという、概要欄にね、ID とかいろいろ貼ってありますので、ぜひね、ご本人のツイートとかね、見たい方は、ぜひぜひ見に行ってみてください。現在ね、2個、島を公開してるみたいなので、まあ、新機能のカメラとかをね、携えて、ぜひ島見に行ってみると、新しい発見があるのかもしれません。ということでですね、すごい久々に島紹介させていただいたんですけど、今後ね、島訪問ですね、バージョン 2.0 の新拡約2000種ぐらい増えたので、かなりのバリエーション、テイスト違いの島がね、たくさん出てくると思います。出来上がるのが多分ね、同時期ぐらいにみんなもう出てくるとは思うんですけど、日本勢、海外勢ね、いろんな方のテイストの島をね、今後もちょっと島紹介動画として収めさせていただけたらなと思います。はい、ぜひね、おすすめの方とか、おすすめな島とかね、あったらぜひぜひ教えてください。ということでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の方でお会いしましょう。みずきでした。バイビー。